こんばんは、まちです。今日は X ファミリーオフィス第14話で話されていた内容で、僕自身が感じたこと、学んだこと、やってみようと思うことをシェアする、そんな音声です。で、今回の X ファミリーオフィス第14話は、人生で最も大きな分岐点の一つ、マイホームについてです。え、X ファミリーオフィスって何ですかっていう人は、まあ、以下のリンクをクリックして詳細をチェックしてほしいんですけど、まあ、このレポートに、下のリンクをクリックして出てくるレポートの中に、 X ファミリーオフィスの詳細と仙人さんのお弟子さん神崎さんの過去が公開されています。まあ、このレポートいつまで公開されるか分かりませんので、今すぐクリックして内容を隅々まで確認しておいてほしいなと思います。まあ、これを読むだけでお金と資産の守りで決してやってはいけないことっていうのが分かりますので、まあ、読むだけでかなり得すると思うので、ぜひね、今すぐクリックをして読んでください。ってことで、今回はマイホームです。そう、あなたはマイホームと聞いてどう感じますか？多くの人は最終的にマイホームを建てたいとか、自分の家を持ちたいっていうね、と思ってる人が多いらしいんですよね。僕自身もあんまり興味がないのでよくわからないんですけども、まあ、様々な国を放浪してきた仙人さんから見ても、まあ、これは世界共通の夢というか、まあ、かなり多くの人が持っている願望だそうです。なので、このお金の守りっていうことを考えた時に、このマイホームの話は避けて通れないというか、まあ、買うのか、買うべきなのか、買わないべきなのかとか、どういう家を買うのかとか、いつ買うのかとか、いろんな話がね、あるんですけど、まあ、人生で最も大きな分岐点というか、大きな買い物の一つであることは間違いないと思うんですよね。ってことで、今日はマイホーム選びで失敗しないテクニックについて、そう、家選びの深層心理とその秘密について、まあ、今回とね、次の回、2回に分けて公開されるそうなので、その内容をね、感じたこと学んだこと、やってみようと思ったことをシェアしていきたいと思います。で、まあ、今回はマイホームの話だったんですけども、すでにマイホームをローンで購入してしまっている私にとってはかなり耳が痛い話でした。正直僕自身はマイホームに興味ないので欲しくないんですけど、まあ、妻に押し切られた形で、まだまだ修行が足りないなと思いましたね。そこでやっぱり完璧に反論できて、それを断固と拒否するぐらいの、マイホームに対する強い信念っていうのを持ってなかったっていうのが一番の僕の原因だと思うんですけども、まあ、まだまだ奥さんのことを巻き込めてないし、まあ、僕の資産ではなく家の資産っていう管理で見たら、まだまだボロボロといったところです。この話を聞いた時は本当に悔しくて、今もまだ2900万円ほどの借金が残っていますので、本当これをね、できるだけ高速で返済する、したいなとね、今本当に思っています。それが X ファミリーオフィスの実践だと思いますので、で、まあ、それを考えると、もっとね、もっと今よりも無駄を減らして、それと同時に自己投資もしていかないといけないので、まあ、かなり苦しいなと思ってるんですけども、まあ、でもこの借金がなくなればかなり気持ちが楽になると思うので、まあ、そこにフォーカスして返していこうと思っています。で、そのために奥さんにもしっかりと金銭管理のスキルを教えていかないといけないなと思いました。で、そういうふうに考えた時に、本当にこの X ファミリーオフィスの教えってかなりすごいなと思ってて、で、今僕がかなり苦しい状態にいるのは、結局のところ、まあ、結婚相手のお金の価値観をしっかりと結婚前に認識してなかったっていうところから来てるんですよね。で、本当に X ファミリーオフィスの正しさは痛いほど感じています。そう、このマイホームの話の前にですね、前回結婚についての話があったんですけども、あれをきちんとしておけばやっぱり全然違ったと思うんですよね。なので、まあ、今回の X ファミリーオフィス第14話マイホームの話なんですけど、一番思ったことは、もう夫婦間でお金の話をうやむやにしてはダメってことなんですよね。え、マイホームの話じゃないのってね、困惑する人もいるかもしれませんけども、まあ、少なくとも僕が一番印象に残ったのはこれなんです。
やっぱりこう夫婦の中でお金のことをうやむやにするというのはかなり危険というか、びっくりするぐらいコストがかかってしまうんですよね。そこをねはっきりさせることで、やっぱりまず離婚する可能性が減るっていうことが、今回話されたので、なるほどなと思って、そこが本当に一番印象に残っています。でもね、妻の文句を言っても本当に始まらないし、奥さんのお金の価値観をですねきちんと教育していって、家族全員でね資産家になれるようにと今かなりパッションを感じています。現在では奥さんがやっとね家計簿でお金の記録を取り始めてくれて、銀行通帳を私に預けてくれました。でそれで、彼女自体がしてた借金とかがいろいろボロボロ出てきてて、すごく今大変な時なんですけども、結局ねマイホームとかそういうビジネスとかそういう大きいところでミスをしてるので、小さなその節約っていうのがかなりこう無駄になるわけではないんですけど、そういうふうな大きいところでのミスっていうのがやっぱり響くんですよね。そうなんで、もしねあなたが今結婚してないなら、本当に絶対にこのエクスファミリーオフィスを聞いてから、聞いてその内容を実践して結婚することをかなり強くお勧めします。そうで、すでに結婚している人でもマイホームも買っていないなら必ず聞いといた方がもういいと思います。そう、僕もね2年ぐらいこのエクスファミリーオフィスを実践したりいろいろやってるんですけど、お金の問題ってかなりシビアっていうか、シビアですね。で、仙人さんの言うことって本当にこう、効果があるんですよ。正しいというか、効果があるというか、自然の法則に沿ってるというか、すごく本当に正しいなって身に染みて思うんですよね。そう。なんで、もう本当に絶対に聞いてほしいと思うんですけど、お金の問題ってかなりシビアです。こう自分の行動とか、自分の習慣っていうのが、そのまま、結果に出る、そんなねごまかしが効かない世界なんですよね。あなたがお金の原則、お金が増える方にね、そういうルールに沿っていればお金は増えますし、そのお金の原則に沿ってないことをすれば確実にその報いがお金の面に現れてきます。逆に言えば、しっかりと律儀にお金の原則に沿ってさえいれば確実に金銭面は安定するし、その報いが金銭面に現れてきます。実際2年間ね、この仙人さんから仙人さんのファミリーオフィスの一部をですね、できる範囲で実践してみて、その効果を本当にこうひしひしと感じてるんですね。本当に人生が変わりました。そして今でもじわじわと人生を向上させてます。なのであなたの人生の金銭面を本当に改善したいって思うんであれば、今すぐ確実にこの下のリンクをクリックして、このお金の守りの知恵を確認してください。ってことで今日はこんなところで終わりたいと思うんですけども、100万円を稼ぐよりも100万円を節約する方が楽なんです。お金を稼ぐっていうのはやっぱり難しいっていう部分があるんですよね。なんでどちらかというとお金の守りをしっかりと固める方が着実に億万長者、資産家、大富豪に近づいていけると思うんですよね。少なくとも僕自身はそうですね、この X ファミリーオフィスに出会ってお金の守りをしっかり学ぶようになって、少なくとも学ぶ前よりはかなり、お金っていうのが溜まってはきています。ただね、先日保険料やらなんやら今まで滞納してた分が全部一気に払ったので、かなりお金がなくなっててブルーです。ってことで、そんないろいろあるんですけども、本当にねこの X ファミリーオフィスで言われてることを律儀に守れば確実にお金は増えていくので、ぜひねこの X ファミリーオフィスに参加して一緒にねお金の守りのマスターというか金銭管理のスキルっていうのをねしっかりと高めていけたらなと思っています。はい、ってことで、次回はね、またあなたに役立つ深層心理のお話ですね、そんなものをお届けしていきたいと思いますので、楽しみに待っておいてください。ってことで、はい、今日はそういったところで終わりたいと思います。それじゃあ
今日も一日お疲れ様でした。チャオ。